ったんじゃ。間違いない。メジョーラ突風に巻き込まれて今にも落ちそうじゃ。いやだよアストン、あんたローガンだろ。見間違いじゃないのかい。ローガンは遠くの方がよう見えることは分かっとろうが、たまらん。まずいの、このままでは浮遊期間もパーじゃ。何言うんだイエモン。アルビオールに閉じ込められてるのはあんたの孫のギンジだろ。心配じゃないってのかい。何かあったんですか。アルビオールがメジオラ高原に墜落したんじゃ。アルビオールって古代の浮遊機関を積んだあれか。あちゃー、じゃあ無駄足だったってこと。いや、確か浮遊機関は2つ発掘されたって聞いてるが。よく知っとるな。じゃが第二浮遊機関はまだ起動すらしとらんのじゃ。そんなことよりイエモン、すぐにでも救助隊を編成して銀次と浮遊機関の回収を。そうじゃな、浮遊機関さえ戻れば2号機に取り付けて実験を再開できるしの。なんて薄情なじじいだい。メジオラ高原は魔物の巣窟ですよ。救助隊が逆に遭難しかねませんね。でも話を聞く限り墜落した浮遊機関がないと空を飛べないみたいだわ。とにかくまずは浮遊機関を借りられないか相談してみよう。そうですわね。あのイエモンというご老人を訪ねればよろしいのではないかしら。僕からお話しすれば多少は話が通りやすいと思います。行ってみましょう。見てみろルーク、富豪の山だぞこの町。うぜえな、何一人で盛り上がってんだよ。お前な、シェリダンといえば世界でも最高の技術を誇る富豪の町だぞ。これが落ち着いていられるかっての。ガイって本当に富豪が好きなのね。そりゃもう好きなんてもんじゃねえよ。富豪やら恩機関やらに目がなくて色々作ったりしてるしさ。普段は落ち着いているけど今ははしゃいじゃってまるで子供みたいね。ガイにとっては夢のような街だもんな。ほっ、フォニム式冷暖房不合気だ。二人とも説明してやるから見に行こうぜ。ガイ、目的忘れるなよ。
話は相分かった。しかし亡くなられたはずのナタリア様が生きておいでとは。しかもマルクトの住民を助けるために動いておられる。マルクトとかキムラスカとかそんな今はどうでもいいだろう。そうさね、ただこっちも困ってるんですよ。アルビオール初号機がメジオラ高原の崖に墜落してしまって、中に操縦士が閉じ込められた状態でメジオラ突風が吹いての、今にも崖から落ちそうなんじゃ。救助隊を派遣しようにもマルクトと戦争が始まるってんで軍人さんは出払ってての。だったら俺が行く。よく言いましたわルーク、それでこそ王家の青吉が流れるものですわ。別に王家とかそんなん関係ねえって。え、ただ俺はできることをやらなきゃって。大体人を助けるのによ、王家とか貴族とかそんなどうでもいいかなとか。それだけだよ。私たちの中には軍事訓練を受けた者もいます。任せていただけませんか。その代わりじゃないですが、俺たちが浮遊機関を持ち帰ったら2号機を貸してほしいんです。2号機は未完成じゃ。駆動系に一部足りない部品がある。戦争に合わせて大半の部品を立艦製造に回してしまった。タルタロスも元は陸艦です。使える素材があるなら使ってください。ジェイド、いいのか。イオン様、ここに残ってタルタロスの案内をお願いできますか。我々が浮遊機関を回収する間に2号機を完成させてほしいのです。僕は承知しました。あとは。部品さえあればわしら命がけで完成させてやるぞい。よし、じゃあ俺たちはそのメジオラ高原へ行こう。で、場所は？メジオラ高原はここから北西じゃ。それとこいつを持っていけ。この発射装置でアルビオールを固定してから崖下へ下ろすんじゃ。あそこはひどい風が吹いて危険じゃからな。でも使い方が。本気感なら俺に任せとけ。それにジェイドもわかるだろうし。さあどうでしょうね。食えないおっさんだよ本当。今のところ命に別状ないようですが、試作機が崖から落ちたらひとたまりもないでしょうね。
急がないとやばいな。戦闘ビナーもいつクリフォトに落ちちまうかわからないし。時間との勝負ですわね。ですが準備は怠らないようにしないと。先ほども言いましたがメジオラ高原には魔物がいますからね。わかった。イエモンさんから渡された音機関の方は大丈夫なのか。なんとかなるんじゃないでしょうか。あ、曖昧な返事ですこと。そこを心配してもしょうがありません。急ぎましょうか。まずいですね。下手をすると私たちがたどり着く前に落ちるかもしれません。落ちたらどうなる。操縦士は助からないでしょう。浮遊機関も壊れるかもしれません。大変ですな。発射装置は機体の両側から打ち込まなきゃならない。二手に分かれよう。どう分かれましょうか。あなたは誰と行きたい。縦に分かれるなら俺は。
ちろん構わないわ。私ですか？やれやれ。じゃあ急ぎましょう。ま、目の届かないところで暴走されるよりマシですか。発射装置の扱いには気をつけろよ。そっちはドジらないでね。お互い頑張りましょう。後ろです。雑魚が出てくるなよ。ちょ、気に乗らない。集
集中する力よ。エナジープラズマ覚悟させるなよ。炎症雷瞬人刀炎症水芽刀やった。終わりの安らぎを与えよう。フレイムバースト弱点ですね。はい瞬人刀しかありません。こちらも急ぎましょう。
な。エリアルレイザー。待て、解散解散。そちらの準備はいいですか？いつでも大丈夫さ。行きますよ。助けてくださってありがとうございます。怪我はないか？はい、おかげさまで。話は後にしましょう。浮遊期間も回収できたし、時間が惜しいわ。だな。ギジ、動けるか？はい、オイラーは大丈夫です。あのでかいのが襲ってきた時はどうなるかと思ったけど、間一発だったな。浮遊期間を回収できても銀次を助けられなかったら後味悪かっただろうな。イエモンさんも口ではああ言ってたけど心配してたはずだし。そうね、あの時は孫を心配している素振りを見せるのは恥ずかしかった。きっと喜んでくれると思うわ。のんびり話している時間はないですよ。セントビナーに急がないといけませんから。相変わらず淡白だな。そうでしょうか。おかしいですね。だけどまあ確かにジェイドの言う通り時間はないんだし、シャイダンに戻ろうぜ。
くできそうですね。油断は禁物。さて、撃ち取ろう。やめるか。それかい、報酬が。先人層、転生、進圧。報酬が。やられそうだ。調子良さそうだな。ねえ、アンチフォンスロットも随分解除が進みました。なあ、そのアンチフォンスロットってのはクラウトどんな感じなんだ？そうですね、全身に重りをつけて海中散歩させられている感じですかね。つまりって体が重いってことか。実例的に分かりやすく説明したつもりですが、その通りです。しかしラルゴだけが、まあ運がなかったよな、あんな奴にやられるなんて。面白いことを言いますね、ルーク。あの時どこかの王族が人質になったりしたせいで、私はこんな目に遭ったのだと思いましたが、ね、それはなんならあなたもアンチフォンスロットを食らいますか。国家予算規模なんだろ、そんなもったいない。遠慮しなくていいですよ、私が陛下に掛け合います。どうぞあなたは思う存分海中散歩気分を楽しんでください。なあ、ごめんって悪かったから勘弁してくれ。ありがとうございました。オイラは先に冬期間を届けてきます。
自分ではイケてた。
前たちか。マルクト船籍の陸艦で海を渡ってきた非常識な奴らは、お前はマルクトの軍人か。まずい。とりあえず逃げよう。捕まえろ。おお、帰ってきよった。今アストンが浮遊機関を取り付けとるぞ。怪しい奴、ここを開けろ。何の騒ぎだい。キムラスカの兵士に見つかってしまいました。そうか、あんたマルクトの軍人さんだったね。この町じゃもともとマルクトの陸艦も扱ってるからな。海戦寸前でなければ咎められることもないんじゃが。陸艦といえばおたくらの陸艦から部品をごっそりいただいたよ。製造中止になったやつもあったんで、技師たちも大助かりさ。おかげでタルタロスは航行不能です。でもアルビオールがちゃんと飛ぶならタルタロスは必要ないですよね。ちゃんと飛ぶならば何じゃ。わしらの夢と希望を乗せたアルビオールは決して墜落などせんのだ。墜落してたじゃん。おい、早くしてくれ、扉が壊される。アルビオールの2号機は、うん、完成じゃ。2号機の操縦士も準備完了しておるぞ。よし、外の兵士はこちらで引き受けるぞい。急げ。ですが外の兵はかなり気が立っていますわ。私が名を明かして。時間がないんでしょ。私たちに任せてくださいよ。年寄りをなめたらいかんぞ。さあお前さんたちは夢の大空へ飛び立つがいい。あとは頼みます。この先には行かせんぞい。わしらシェリダン、め？お待ちしておりました。あんたは？私は2号機専属操縦士ノエル、初号機操縦士銀次の妹です。兄に代わって皆さんをセントビナへお送りします。よろしく頼む。さあ行きましょう。マクガバンさん、みんな大丈夫ですか。おお、あんたたち、この乗り物は。元帥、話は後にしましょう。とにかく乗ってください、皆さん。
けていただいて感謝しますぞ。しかしセントビナーはどうなってしまうのか。今はまだ浮いているけれど、このまましばらくするとマントルに沈むでしょうね。そんな、なんとかならんのか。ここはホドが崩落した時の状況に似ているわ。その時は結局一月後に大陸全体が沈んだそうよ。ホド、そうか。これはホドの復讐なんじゃな。本当になんともならないのかよ。住むところがなくなるのはかわいそうですの。だいたい大地が落っこちるってだけで常識外れなのに、何にも思いつかないよ。超無理。А интернет нихуя не грузит. Просто нажимаешь одну кнопку, и он буферит что-то, блять. Просто вот нажал на два сайта с аниме, ни один не грузит. Просто ни один. Просто, блять, ни один. Ёбаное животное. Ненавижу нахуй. Господи, какое чмо. Просто пиздец. Я в ахуе. Сода! Сефирдова! Хуяйнер, блять. Просто мудозвон ёбаный. Как это вообще возможно, нахуй? Ну просто как? Два сайта. Схуя бы они не работали. Соэнара, фуккасасればいいんじゃねえか? Демо, 私たち, пассейдж рингу の使い方を知らないわ。じゃあ先生を問い詰めて。おいおい、ルーク、そりゃ無理だろうよ。お前の気持ちもわかんねえよ。ガイリもみんなにも。ルーク、わかんねえって。アクゼリスを滅ぼしたら俺なんだからさ。でもだから何とかしてんだよ。こんなことじゃ罪滅ぼしにならないってことぐらいわかったけど、せめて心待ちぐらい。ルーク、いい加減にしなさい。焦るだけでは何もできませんよ。とりあえずユリアシティに行きましょう。彼らはセフィロトについて我々より詳しい。セントビナーは崩落しないというスコアが狂った今なら。そうだわ、今ならおじい様も力を貸してくれるかもしれない。それとルーク、先ほどのあれはまるでダダッコですよ。ここにいるみんなだってセントビナーを救いたいんです。ごめん、そうだよな。まあ気にすんな、こっちは気にしてねえから。ではアルビオールを発進させます。
神が無事でよかったですわ。そうだな、命あってのものだねだ。でもセントビナーそのものを救いたいんだよ俺は。分かってるって、さっきの剣幕見てたしな。ルーク、キムラスカ王家の人間としてあなたは民の期待に応えられたと思いますわ。セントビナーのことはこれから救う術を探しましょう。分かってる、焦っても仕方ないってジェイドに言われたばっかだし。そうそう、今はみんなを助けられたってことでよしとしようや。そうですわよ、負い目を感じ続けることが食材ではないと思いますわ。空から見るクリフォトはまた一段と凄まじいですね。戦闘ビナーの人たち、これを見て不安になるんじゃないだろうか。そうですよね、町が崩落しただけでも受け入れがたい現実なのに、ここはまるで死の世界ですわ。なぜこの惑星はこんなことになってしまったんでしょう。え、それは創世歴時代の戦争が原因だと聞いていますが。はい、そして正気を地下に封じた。いえ、実際は地殻を上げることで外殻大地を作ったわけですが、果たして戦争程度で正気が発生するのでしょうか。戦争以外の要因が働いているって考えてるのか。確証はありません、ただ調べてみた方がいいと思います。創世歴時代のことを調べるのは大変ですが、心に留めておいた方が良さそうですわね。ああ、Thank you.
じい様。来ると思って待っていた。おじい様、力を貸してセントビナーを助けたいんです。それしかないだろうな。スコアから外れることは我々も恐ろしいが。お話の前にセントビナーの方たちを休ませてあげたいのですが。そうですな、こちらでお預かりしましょう。お世話になります。ルーク、あまり気落ちするなよ。ジェイドは滅多なことで人を叱ったりせん。先ほどのあれもお前さんを気に入ればこそだ。元帥、何を言い出すんですか。年寄りには気に入らん人間を叱ってやるほどの時間はない。ジェイド坊やも同じじゃよ。元帥も何を言い出すのやら。私も先に行きますよ。図星らしいぜ。結構可愛いとこあるじゃねえか、あのおっさんも。本当だ。ティア、あの、ありがとう。どうしたの？急に。お前、最初からちゃんと俺のことを叱ってくれたよな。変だな、俺。叱られるってずっと嫌なことだと思ってたのに。いいことでもないわよ。分かってるっつうの。
とりあえず一息つけたわね。セントビナーの人たちはここでの暮らしに慣れるまで少し時間がかかるかもしれないけどな。ああ。それにしてもよかったな、ルーク。ジェイド、ちょっと認めてくれたみたいでさ。大佐だけじゃない。アニスもナタリアも、もちろん私たちもよくやってると思ってるわ。自分じゃ何もわからないよ。やらなきゃいけないことをやってるだけだから。変わろうとか、前と比べてこうしようとか、考えれてなかったし。まあ、変わるんだって言いながらやられても、正直うさんくさいわな。そうね。茶化すなよ。悪い悪い。まあ、とにかくことが落ち着くまで頑張ろうぜ。この街を歩いてるとアッシュのことを考えちまうよ。アッシュのこと？ああ、この街であいつに本当のことを聞かされて、あいつを通して知らなかったことを少し知って、それで俺変わらなきゃって思えるようになったのかもしれない。そう。あいつあれから全然俺たちに接触してこないよな。前は散々突っかかってきたのに。そうね。彼は一体何のために行動しているのかしら。もしかしたら今度会う時も敵としてじゃないかもしれないわ。まさかあいつと仲良くしろってのか？必ず戦う必要はないんじゃないかっていう意味よ。アッシュが私たちの前に現れる時はいつも重要な意味を持っていたわ。それを忘れないで。努力はするよ。担当直入に伺います。戦闘避難を救う方法はありませんか？難しいですな。ユリアが使ったと言われるローレライの鍵があれば、あるいはとも思いますが。ローレライの鍵？
それは何ですか？聞いたことがあるような、ないような。ローレライの剣と宝珠のことを指してそう言うんですよ。確かプラネットストームを発生させるときに使ったものでしたね。ユリアがローレライと契約を交わした証とも聞きますが。そうです、ローレライの鍵はユリアがローレライの力を借りて作った不術武器と言われています。ローレライの剣はセブンスフォニムを結集させ、ローレライの宝珠はセブンスフォニムを拡散する。鍵そのものもセブンスフォニムで構成されていると言われているわ。ユリアは鍵にローレライそのものを宿し、ローレライの力を自在に操ったとか。その真偽はともかく、セフィロトを自在に操る力は確かにあったそうです。でもローレライの鍵はプラネットストームを発生させた後、近くに沈めてしまったと伝わっているわ。その通り、この場にないもの、いや現存するかもわからぬものを頼るわけにもいかないでしょう。何より一度崩落した以上、セントビナーを外郭大地まで再浮上させるのは無理だと思います。どうしようもないのかな。いえ、液状化した大地に飲み込まれない程度なら、あるいは。方法があるんですか？セフィロトはパッセージリングという装置で制御されています。パッセージリングを操作してセフィロトツリーを復活させれば、泥の海に浮かせるぐらいなら。セントビラー周辺のセフィロトを制御するパッセージリングはどこにあるの？シュレイの丘だ。セントビナーの東だな。そういえば
タルタロスからさらわれた時連れて行かれたのがシュレイの丘でした。あの時はまだアルバート式封じとユリア式封じで守られているからと心配していなかったのですが、アルバート式封じはホドとアクゼリスのパッセージリングが消滅して消えました。しかしユリア式封じは約束の時まで解けないはずだった。でも総長はそれを解いてパッセージリングを操作したってことですよね。そうです。どうやったのか私たちにも分かりません。グランツ要将がどうやってユリア式封じを解いたかは後にしましょう。パッセージリングの操作はどうすればいいんですか。セブンスフォニムが必要だと聞いています。すべての操作盤がセブンスフォニムを使わないと動かない。それなら俺たちの仲間には3人も使い手がいるじゃないか。私とティアとルークですわね。あとはバンがパッセージリングに余計なことをしていなければ。それは行ってみないとわからないわね。セントビナーの東あたりなら多分町と一緒に崩落してるよな。シュレイの丘のパッセージリングですか。本当にいい方法あるのかな。わかりません。バンが手を打ってないとは考えにくいですし。そうですね。グランツ要衝の謀略は今のところ抜け目ないですしね。大佐が言うとなんか嫌味っぽいですね。おかしいですね。本当のことを言っただけなのに。バンについては考えたところでどうしようもありませんし、シュレイの丘に行ってみるしかないですね。ですね。
くとやられるぞ。できそうですね。そんな感じだな。炸裂する力よ、エナジークラッシュ。